お元気ですか？僕趣味です。今日はですね、2023プロ野球チップス第1弾開封動画第9回目でございます。で、今回はですね、この5袋目でやっていきたいと思います。果たしてね、5袋ですけどね、ラッキーカードや白山カードは出るでしょうか。早速ね、やっていきたいと思います。9回目の1袋目でございます。阪神タイガース梅野龍太郎捕手でございます。広島東洋カープ小園海斗内野手でございます。続いて2袋目でございます。ソフトバンクホークス藤井康也投手でございます。東北楽天ゴールデンイーグルス辰巳良介外野手でございます。3袋目でございます。オリックスバファローズ山崎福也投手でございます。で、読売ジャイアンツ坂本勇人内野手でございます。4袋目でございます。埼玉西武ライオンズの、これは愛と外野手でございます。で、埼玉西武の中日ドラゴンズライデル・マルチネス投手のカードでございます。で、最後5袋目でございます。ヤクルトスワローズの長岡秀樹内野手でございます。で、千葉ロッテマリーンズの山口浩輝外野手でございます。はい、以上で2023プロ野球チップス第1弾開封動画第9回目終わりたいと思います。今回は残念ながら白サインカードも、ラッキーカードもキラカードも1枚も出ませんでした。期待されてた方本当にごめんなさい。で、10回目はですね、予定では6月15日やろうと思います。その時はね、10袋目で、じゃあ10袋やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、現在はですね、プロレスラーの1分間解説ショート動画を上げておりますので、プロレスに興味のある方は、ぜひね、見に来てください。もちろんね、予定ではね、プロ野球カードもね、やっております。で、またですね、実はメンバーシップ限定で今ね出しておりますのでね、興味のある方はぜひそちらもぜひ、ご覧ください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。